アキくん、泣いてる、どうしたの？いや、大丈夫、なんでもねえよ。振られたとか？お前もうそんな単語覚えたの？そっか、もう小5だもんな。俺がいるよ、アキくん。早く大きくなって、俺がアキくんと結婚する。可愛いと思った。この人を一生守りたいと思った。あのな、男同士は結婚できねえの。今の法制度の話でしょ。将来はできるかもしれない。あ、土星論だから泣かないで。うん、ありがとな。じゃあかっこいい男にならないとな。そうだな、背高いスポーツマンがいいな俺。18過ぎてもフリーだったら付き合ってもらおうっと。アキくん、もう背はアキくんを追い越したし、エースじゃないけどバレー部の主将に選ばれた。でさ、あそこの枝は伸びやすいから前に。来年には18歳になるよ。シュウ、着替えてご飯の支度手伝って。はーい。アキくんも食べていくよね。あ、うん、俺も手伝うわ。じゃあ後で。やべ、顔に出てないよな。シュウは子供だっつーの。本当に俺好みに育ちやがって。作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。